皆さんこんにちは。こんにちは。久しぶりに私の端末でございます、うん、私の端末です。動画撮ってる時点では23日までだから来週火曜日までか。うん。ガチャイベントで昨日からかな、確か昨日から、うん、私たちがよく使ってるあのユニコーンとかマミルトンさんがこの間当てたもうスタメンでバリバリ使ってるあのフェンリローとかが対象モンスターで来ていて、皆さんもぜひとも今ガチャ行ってください。マタイプキラーのスキルを持ってるユニコーンと、あと特性があの魔族に、あ、マタイプに対して 40% アップするフェンリローだから、そういう組み合わせですね多分。やるなフェンリロー、うん、で今回ここ行きます。これテントウムシ、テントウムシ七星率いる武闘派、これの上級に、はい、このパーティーで行きます、うん、出撃。比較的そんなに負けるなんて思っていないのですけれども、あ、かわいい、かわいい、え、なにこいつ、超かわいい、超かわいい。お、君がこの辺りで一番強いっていう賞金稼ぎね、潰し合おう、よし。この人も賞金組、かわいいな、テントウムシ、かわいい。これなんなん、これ、これこれ、くす玉って書いてありましたね。なんか全然当たらないぞ。あ、その左下と真ん中にスイッチがあるじゃないですか。ある。そのスイッチを押すとなんかそのくす玉が機能するらしい。何今あのこのスイッチ、あ、そこ村さん今押してるとこね、あの昨日公開されてる記事によるとそこに、はい、押すともうストンって入る位置らしい。ストンって入ってる、うん、ターゲットはオートでいいだろう、うん。4回攻撃を受けるまでパワーアップ、6回攻撃を受けるまでパワーアップ。ぶっちゃけさっきのストーンの場所に、うん、あ、何これ、くす玉が割れた、弾いっぱい出てきた。てか13コンボやばい、強い。え、マグネトさん、私もうポイント掴んじゃったし、うん、障害物何もない中でこれ完全にオートプレイじゃないですか。あ、スイッチを、あ、スイッチ奥の方押せてない。スイッチは全部押せたら、うん、開く。ほう、3パワー。しかもこれも次マナボックス取ったら、あー違う、この人か。やむなし。こんなのただのいいステージやん。いいステージ、なんかタイトルには、ね、初心者向けスペシャルターゲットって書いてありました。あ、そうなんだ、うん、皆さんこれね、うん、1回ポイントさえつかめばあとは、うん、でも地味に攻撃じわじわ食らってるな。そうですね。エルギネスのスキルは何だっけ、自身の攻撃力。でも中途半端になんか、うん、あのポイント変えたくないな。でもここに、ここ、ここ押せば入りますよ。なんてこと、あの押す場所に関してはあのアップバンクで、あ、出た、フィーバータイム、フィーバーじゃない、あの、あれが来ましたよ。くす玉割れた、くす玉割れた。オクタロッサのスキルを使っていきましょう。オクトブレイカー発動、うん、なんか、まあ、ほのかに地味でございます。ただ16ターンで打てるようになったっていうのがだいぶ熱いですね。相当速いからね、うんうん、だって待ってくれ、これめっちゃ強いよ。おー、フィーバー、やばっ、おー、やばっ。え、ずっとむしろあのスイッチさえ押せばエンドレスで打てんじゃないですか。今これ21コンボだからこれめっちゃ強いですよ。せーのドン。しかも99振って22コンボ17702回やった。え、でもちょっと待って、この人今フラフラって言って防御力ダウンって出ましたよ。弱くなった、どういうこと、最後の最後で弱くなったってこと。逆じゃない。確かにこれはなかなかの初心者向けターゲットっぽい雰囲気、うん、しかもこの人マタイプやからマタイプのプラス発音。おお、撃破、あ、落ちない、まあまあ残念だね。皆さん、あの攻略記事、うん、アップバンクのやつもちょっと覗きに行きましょうか、うん、あれ、この人、ああ、楽しかったとか言ってる。このこのターゲット、うん、ターゲットっていうのはですね、アニモンだとターゲットっていうんですよ、うん、賞金首でウォンテッドってなってるでしょ、うん、あれターゲット、ダンジョンじゃなくてターゲットっていうんですよ。あれ、これ簡単、簡単、イージーモード、割と割と攻略も見ましょうか皆さん、うん、あのトップのその他から攻略データ部分区飛んでください。
ここの、あ、いる、これだ、ここでございます、うん、私がさっきスイッチを押そうとして頑張ってたら気づいたら全部が入っちゃってたっていう、うん、そのコンボポイント、うん、記事に書いてあるんですよ、あった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 、ここだ、んあ、ここだ、この辺りをタップって言って、うん、画面の左の方に書いてあると思いますけど、うん、もう本当にこの辺で全部入る、うん、全部入りましたね、全部入った、あ、なるほど、この今回の7星ゲットした7星と、あとお父さんがあの海タイプのシェルガード、貝って貝なんかな、ごついやつ、ああいる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 、シェルガードのカップリングですごい別の星4に進化する、モンスターがゲットできる、うん、虫、ちょっと図鑑の方行きます、うん、はい、そんなわけで攻略の方に戻ってきました、うん、この子がこの子が今回の七星、てか可愛いな、かわいいですね、超可愛いね、うん、ラッキーセブン7コンボ以上で2連続攻撃、うん、2連続攻撃はあのオクタロッサさんのバンバンがあれ2連続攻撃ですね、うんうん、でこのさっきマミルトンさんが言ったシェルガードと掛け合わせて、うん、オオガネムシ、うん、何やこいつで、コガネムシならぬオオガネムシ、カラベティティからの、おお、星4、カラベティティ、この虫の子たちシリーズ、うんですね、虫シリーズの女の子だ、すげえ可愛いね、みんな、ね、でしかもこの子が星4まで行くんだ、特性が敵にかなり狙われやすいなんか攻撃…ん？どういうことそれは有効なのかい、4ターン自身以外の持ち玉がプラス5、まあ、きっと何か戦略があるのだろう、この人に狙わせといて他の人を食らわせないとかそんなことしかない、でも死んだら墓になっちゃうし、ね、確かにきっと奥深い戦略があるに違いない、なるほど、皆さんこのサイト図鑑を見ていただけると、うん、モンスターが随時追加されていますので、うん、ぜひともご確認ください、はい、今日は、うん、この魔タイプの星3までだった、七星さん自身はどこですか、いた、いた、今日はこちら、うん、七星さんに挑みました、以上、さよなら、こういったものまで来た、怖い、怖い、ジャンボじゃねえかよ、いやもうみんなそんなこと死んでくる、娘のことを守ったっていう、ちょっと待って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 、皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックス村井部ではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。